こんにちは、松はいつも一人の松です。今回の企画はですね、私松が個人的に選ぶ過小評価されてるんじゃないと思う選手というのを紹介させていただこうかなと思います。当然ね、まあ、私松が個人的になんで、過小評価されてないだろうって、まあ、思われる方もいらっしゃると思います。いらっしゃると思うんですけれども、僕の中ではもっと有名になってもいいと思うし、もっと評価されていいんじゃないかなって個人的に見て思うって感じなんで、まあ、皆さんがどう思われるのかはちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、こうやんわりとね、優しくちょっと見守っていただけたらなと思います。はい、では早速始めていきたいなと思います。まず1人目、レスターのオルブライトンね、オルブライトに関しては皆さんどういう印象を持たれてますかね。まあ、多分レスターで長いこと貢献している、まあ、右サイド、まあ、両サイドできる、まあ、選手みたいな、まあ、印象を持ってる方も多いと思うんですけれども、僕がこの選手をもっと評価してもいいんじゃないかなと思うのは、確かに、特別なというインパクトを残したりとか、こうドリブルで抜き去るみたいな、こう目に分かるものって確かに見えにくい選手です。なんですけれども、この選手がいる以内で結構レスターが勝ち点こぼすとか勝ち点を得るとか、そういった部分にも大きく今まで影響してきたと僕は思ってるんですよ。でこの選手ってまず攻守に大きく躍動できるし、活躍できるし、なおかつ彼の特徴ってクロスだと思うんですけど、クロスもね結構うまいんですよ。いいクロス上げるんですよ。でレスターがのミラクルレスターで優勝したシーズンもオルブライトンが非常にいい役割になって非常にいい活躍してましたから、今の、ね、時代で今 の、 あのミラクルレスターで優勝できるかって言われたら、確かにわからないですよ。わからないですけれども、そのミラクルレスターの活躍でやっぱカンテだったりマフレーズだったりバーディーだったりとかね、そういった選手に目行きがちでしたけれども、僕にとってはあの時代で一番やっぱよう陰でよう頑張ってたなって思うのはやっぱオルブライトンなんで、やっぱねもっと評価されてほしい。しかも今でも頑張ってるでしょ。スタメンじゃなかったとしてもちゃんと後半から出てきてもちゃんと役割になった上でしっかりと仕事全うするし、年齢は重ねてるのにどっかで多分衰えとかも出てきてるはずなのに頑張ってくれてる。で僕そういう選手非常に好きなんで、今回はそのオルブライトンを1人目に選ばせてもらったと。多分レスターのサポーターの方々は普段からよく見られてる方も多いと思うんで、オルブライトンの評価っていうのは、まあ、皆さんされてると思うんですけれども、やっぱりこうレスターのサポーターじゃない方々、まあ、僕も含めなんですけれども、こう旗から見た時にオルブライトンって、まあ、どういう選手ですかって言われた時に、まあ、ある程度こうイメージはつくけど、なんかこうあんまりこうぼんやりとしてる感じだと思うんですよ。だからなんかもっとこう、いい選手だ、もっとこう、ね、評価されてもいいのになとは個人的には思っております。では2人目、この選手に関してはもう評価されてるだろうって言われても仕方ないと思います。ただ僕個人的にはいやもっともっとだけどなっていう選手です。インテルのイヴァン・ペリシッチですね。僕ね何度かもラジオで言ってると思うんですけど、もうこの選手僕大好きなんですよ。大好き、本当に好き。まあ、攻守に大きく躍動できる、まあ、オールブライトも一緒なんですけど、この選手の、ね、いいとこっていわゆる典型的なウィングじゃないですよ。もちろんね典型的なウィングの仕事もできるんですけど、ボックス内に侵入した時の強さ高さもあるし、なおかつポジショニングを間違えない。この選手は本当にいい選手。もうね来シーズンフリーになるでしょ。開幕前に契約がインテルと切れて、なんでもうなんでもっといろんなクラブ声かけなあかんやろって僕からすると思いますもん。僕が例えば大きいクラブを率いてたら、自分がどういうクラブであろうがもう まずもペリシッチに行きますけどね。頼む、もうお金はちゃんと払います、来てくださいペリシッチさんって。もう両サイドできるんですよ。しかもインテルで今ウィングバックやってもそつなくこなしてるでしょ。もうすごいっすよこの選手。なんかもう評価されてると思いますよ。評価されてると思うんですけど、もっともっといるよと僕の中では。もう足りない足りない足りない、もうこんなんも評価じゃないみたいな、もっと評価されなあかんこの選手はって僕はもう本当に思う。この選手に関してはもう
足りない本当に評価がと僕個人的には思っています。はい、まあ、ペリシッチのこと言い過ぎたらまたあれなんでね、もう次行きますね。はい、次はですね、スパーズ、トッテナムホットスパーズにいます、エリック・ダイヤーですね。この選手に関してはちょっと微妙なラインなんですけれども、評価はされてるけど評価もちょっとうんみたいな、確かにこう判断しづらい選手だと思うんですよ。でも現状起こしてるパフォーマンスっていうのはやっぱスパーズにとって非常に重要な役割になってると思うし、もともと持ってるフィード能力とかっていうのは非常に高いわけですから、コンテ体制になってやっぱあれだけコンテがこうダイヤを使ってるのはやっぱ信用して使ってるわけだと思うし、やっぱどれだけ長いシーズンスパーズにいたとしてもやっぱある程度コンスタントに試合出てるっていうことは、まあ、やっぱ評価しなければならないなと僕個人的には思うし、自分のチームに欲しいかって言われたらちょっとこうハテナマークはつきますけど、でもこうスパーズで長年こう頑張ってるっていうことはやっぱそれだけちゃんと毎シーズン毎シーズンちょっと自分のできる役割っていうのをちゃんと果たしてるっていうことだと思うんで、まあ、デレアリがやっぱりね、まあ、コンディションだったりメンタル面でこうブレたりする中でもダイヤはずっとブレずにやってきてるわけですから、その辺はやっぱりしっかりと評価して差別化してして見てあげなければならないなと思うんで、僕はダイヤを評価してあげたいなと思ってます。はい、では次、ウェストハムに所属しております、ボーエンですね。ボーエンどうですかね、皆さんの中での印象っていうのをちょっとまあお伺いしたいところなんですけれども、まあ、ちょっと僕個人がね一人でやってるラジオなのでお伺いできないので、まあ僕個人的にそのボーエンどういうイメージかっていうと、まあ、カットインタイプのウィングの選手で、まあ、運動量も非常に多いと。で確かイングランド人だったかな、で24歳5歳だったか確かそのあたりだと思うんですけれども、今のウェストハムにとって非常にいい形の攻撃的なアクセントを加えられる選手だと思うんですよ。で当然ねやっぱ大きな、確かに目に分かるような大きな数字っていうのは残してないのかもしれないけれども、数字にとらわれることって正直もうあんまりないじゃないですか。数字はあくまで数字、確かに大事ですよ、数字は大事なんですけど、数字に見えない活躍をできる選手っていうのも非常に重要なわけ で確かにウィングっていうポジションを考えるとやっぱある程度数字を残してもらわなければならないとかね、まあ、チーム監督によってはそういうとこ求める方もいらっしゃると思うんですけれども、僕はねあんまりその意識はしますけど、そこまで重要視、数字のウィングに対して数字を求めてるわけではなくって、どちらかといえばこうチームにどれだけ大きな影響を与えられるか、マイナスな部分ではなくって、いい点で例えば動き出しがいい、ちゃんとして、背後への抜け出しとか、ボールを受ける位置だったりとか、タイミングだったりとか、そういうところをしっかりとしている、間違えないっていう選手、まあ、防衛も比較的そうだし、だからウェストハムが今すごく好調にいる、当然ね、デクラン・ライス、ソーチェクだったりとか、ツォーファルとかね、当然いい選手もちろんいますよ。ですけれども、防衛ももっと評価されてもいいんじゃないかなとは個人的には思って、防衛を選ばせていただきました。はい、では次。パリ・サンジェルマンに所属しております、ユリアン・ドラクスラーですね、この選手に関しては評価っていうよりもちょっとこうかわいそうというか、めちゃめちゃいい選手じゃないですかこの選手で、もともとシャルケにいた時もやっぱこう遺憾なく能力発揮してましたから、で当時ねパリに移籍した時で確か40億ぐらいで確かパリに移籍したんですよ、シャルケから。でね、なんかほぼ中心的な選手に、中心的な役割を担わされるよみたいな感覚で確かパリに引き抜かれたはずなんですけど、でもパリって現状ディマリアいて、エンバペいて、ネイマールいて、メッシいてってなってて、大きな試合になればなるほど起用が減ってるでしょ。なんかかわいそうだなと思って、いや別にパリが悪いわけではないですけど、僕個人がもしドラクスラーだったら出ていきますけどね。彼の能力があったらもっと活躍できると思うし、なんかこう埋もれてるような存在、才能ではないと思うんで、だからもっと評価されるべき選手だと思うんで、評価されていいというよりもされるべき選手だと思うので、僕は、まあ、今回ドラクスラーをちょっとどうしても入れたくなってドラクスラーを選んだと。まあ、カットインもできるし、まあ、クロスの質もね、まあ、時折ちょっと危ない、ちょっとこう質低いなみたいな時もあるんですけど、まあでもそのシュート技術とか非常に高いですから、もっと評価されてもいいんじゃないかなとは、まあ、評価されるべきじゃないかなと思うんで、まあ、出場機会を求めて出ていくっていうのも僕の中ではありじゃないかなと思いますけどね。はい、では次、
僕が個人的に、ね、結構好きな選手なんですけれども、ローマの、ベレトゥですね。ローマのサポーターにとってはもう中心的な選手だと思うんですけれども、あまりやっぱりこうベレトゥっていう名前を特に移籍の話題とかであんま聞かないじゃないですか。特にプレミア方面とかでもね、僕はねもっと出てもいいと思うんですけどね。非常に運動量も多いし、役割本当にいろんな役割になってるんですよ、今のローマでも。で前のフォンセカだったっけ、前回フォンセカの時も非常に重要な役割になってましたから、もっと評価されてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。攻守にあれだけこう貢献できる選手っていうのもなかなか世界見渡してもいないと思うし、でモーリーニョが非常にね信用してるみたいですけれども、まあ、当然だと思います。この選手は非常にいい選手だと思うんで、だもっと評価されてほしいね、この選手もね、はい、では次、まあ、この選手は、ね、評価されてるんですけど、なんか僕個人的にはもう少し欲しいな評価みたいな選手なんですけど、現在ラツィオに所属しております、ペドロですね、ペドロね僕好きなんですよ。ペドロバルサ時代の頃も、まあ、チェルシー時代もそうだしローマもそうですけども、どこのチームに行ってもペドロは好きでした。あれだけこうわけ分かってるウィングの選手ってまあいないでしょう、なかなか。背後への抜け出しもそうだし、受ける位置もそうだし、あとシュート技術も高いしね。ペドロ、ビジャ、メッシの3トップの頃、僕バルサめっちゃ好きでしたしね。めっちゃってかまあ好きでしたし、当時その3トップの中で僕ダントツでペドロが好きでしたから、17番つけてたっけな、確かユニフォーム買おうかなとも思いましたもん当時。でいろんなチームに行ってもやっぱ重要な役割になって活躍しますからね、もっと評価してほしいなとは僕個人的には思ってます。はい、では次、またインテルに戻るんですけれども、インテルのダルミアンですね。まあユナイテッドにいた頃はね、まあ、今もそうなんですけれども、基本的にはサブ扱いみたいなね感じだと思うんですけれども、どこのチームに行ったとしても結構いい役割になってるんですよ。いい活躍してて、確かにこう目に分かるような活躍っていうのはないのかもしれない。だけどセンターバック、ユナイテッド時代にはセンターバックで起用されたり、今はウィングバックやったりサイドバックやったりとかもいろいろやってますけど、基本的に悪いパフォーマンスってほとんどしてないと思うんですよ。確かに攻撃の部分でもっとあったらなとか、そういった部分はあるかもしれないですよ。でも彼本人の特徴っていうことを考えると、どちらかといったらこう守備的なタイプの選手だし、そういう中でもこう選手がいなくなった状況でユナイテッドだとセンターバックで起用されても、まあ、器用にこなしてましたから、うん、普通にスモーリングよりいいじゃんって思ってましたしね、当時の僕も。だから僕はねもっと評価されてほしい、評価されていいと思う。で次、ヘスス・ナバス、セビージャですね。でこの選手ももともとシティにいて、その前どこだったっけな、ちょっとごめんなさい忘れたんですけど、あれだけ年齢を重ねて もう非常にシンプルな特徴を持ってるじゃないですか。縦の突破、そこからのクロスみたいな、マイナスのクロスみたいなね、グラウンダーのクロスみたいななんですけど、こうセビージャ今確かにこうずっとスタメンっていうわけではないですけど、年齢を重ねてもやっぱその行く先々のチームで自分の活躍っていうのを常に見せてますから、僕個人的には、めっちゃ好きな選手ってわけでもないし、自分がもしチームを率いるなら欲しいかって言われたら、この選手もハテナはつくんですけど、いい選手だとは当然思うしね、評価されるべき選手だと思うし、なんかあんまりこう名前も聞かないじゃないですか、ネットとか見てても。だからね、なんかもっとこうね、ビッグクラブ、セビージャ大きいクラブですけれども、やっぱこう名前もなかなか聞かないじゃないですか。セビージャっていうクラブの名前もどうしてもやっぱこうバルサ、レアル、アトレティコ、マドリードって、スペインだとなってしまうことが多いと思うんですけども、でもこのセビージャっていうチームが、ずっとね、強いクラブである地位をずっと守り続けていて、その中でやっぱ重要な役割になって、ナバスが年齢を重ねても頑張ってるっていうことを考えると、ナバスはもっと評価されていいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、では次、バルセロナの、ラングレですね。この選手に関しては、バルベルデ時代とかはねしっかりと起用されてたと思います。
なんですけど、クーマンになって、でシャビになって、クーマンはほとんど使ってなかったし、シャビに関しては、使ってる時もまあ、時折あるみたいですけど、なんかあんまり基本軸では考えてないな、みたいな。でも、僕個人的にはラングレって非常にいいセンターバックだと思うし、この選手に関しては僕がもしチーム率いるなら欲しいですかって言われたら欲しいですって、即座に首を縦に振れるぐらいの選手だと僕は思うんでね。でクレバーな選手だし、才能も技術もどれも揃ってる選手だと僕は思うんで、確かにこうファンダイクとかね、ルベンディアスとかセルヒオラモスとか、彼らのようなインパクトっていうのはないのかもしれないけれども、もっととね、なんかこうどちらかというとこう相棒として、そう軸のいるフォアのセンターバックの相棒としてはこれほどいいセンターバックってなかなかいないと思うしね。僕はもっと評価されていいと思うけどね。だからリバプールでいうマティプみたいなね、感じですよ。まあ、若干特徴は若干違ったりはするんですけど、でも本当にこうタイプ的にというか役割的にね、もうファンダイクっていう軸がいて、それの相棒としてはやっぱマティプが一番安定してるじゃないですか。でマティプはめっちゃ評価されてるでしょ。でもラングレーってなんかそこまで評価されてないなと個人的には思ったんで、ラングレーを選ばせてもらいました。で次が最後になるんですけれども、最後、ウルブス、ウォルバーハンプトンワンダラーズの、ジョアン・モウチーニョですね。ウルブスのサポーターの方々も当然知ってると思うし、まあ、プレミアリーグのサポーターの方々も当然名前は知ってると思うんですけれども、やっぱりね、ルベン・ネベスってこう移籍の話題とかバー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 出ますけど、当然ね、ルベン・ネベスがいい選手っていうのは当然分かってますよ。僕はポルト時代に試合見たときに、この選手めっちゃいい選手だなと思って、そこから注目はしてたんですけれども、このジョアン・モウチーノが担ってる役割って、このウルブスでも相当重要な役割を担ってるし、こう、ルベン・ネベスがもしいなくなったとしても、モウチーノがいればどうにかなるんじゃないみたいな感じなんですよ、僕からすると。なんかそこまであんまりこう心配する必要はないんじゃないかなというか、どちらかといえばこうでボックス付近により攻撃的に関わるタイプの選手にはなるんですけれども、まあシュート技術も非常に高いし、テクニックレベルも非常に高いし、多分ね、年齢が若ければより大きなクラブにステップアップっていうことも考えられる選手だと思うんですけれども、前はモナコにいたのかな。モナコにいた時も中心的な役割で確か試合出てたと思うんですけれども、僕個人的にはね、なんかもっと評価されていいと思うけどねっていう感じですかね。はい、といった形でちょっとまあ僕個人的に思うね、ちょっとまあ過小評価されてるんじゃないとちょっとこう思ってしまった選手をちょっと紹介させていただきました。僕が思いつく限りでね、紹介させていただいた形になるんで、この選手もそうじゃないとか、多分皆さんがお持ちの方もいらっしゃると思うんですよ。もしかしたらその名前言われたら、あ、確かにそうやわって思うこともあると思うんで、ぜひね、コメントとかお持ちしてるんでよろしくお願いいたします。あとぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。